もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。先日行われた総裁選において石破茂さんと決選投票の末、逆転負けを喫した高市早苗さん、そんな高市早苗さんに関してある元議員の方が首相の座を阻んだ女性議員に対し、女性活躍とか二度と言うなよと吐き捨て話題となっています。また高市早苗さんが敬愛する安倍元首相の伊君を無視したのだそうです。また決選投票で逆転負けしてしまった背景が壮絶だと注目を浴びています。今回は総裁選にて苦渋を飲まされた高市早苗さんについてお調べしまとめましたので、最後までご視聴お願いいたします。9月27日に投開票された自民党総裁選にて石破茂さんが新総裁に選出されましたが、1回目の投票でトップに立ったのは高市早苗さんでした。決選投票で石破茂さんに追い越され大逆転負けを喫してしまいましたが、その高市早苗さんに対し先日放送された TBS 系午後スマに出演した元衆院議員の金子めぐみさんがある名言をし話題を集めています。金子めぐみさんは自民総裁選を、派閥がなくなったからこそ9人も出られて一つの改革がなされたなと思いつつと切り出す一方で、石破茂さんと高市早苗さんの決選投票になった時に、私は女性初っていうところにこだわりたかったし、その思いがあったと語りました。その上でこう続けました。聞いてみると、ガラスの天井を打ち破れなかった、それって女性議員が結局阻んだ、女性がまとまってたら私はまた違ったと思うんですけど、高市さんに関しては女性政策を積極的にやってこなかった印象は確かにあるんですが、女性議員も普段は女性がトップに立つとこの古い考え方、日本の空気は変わるからとにかく女性をとか、上川さんだって外交において女性を指導的立場に置くことで変えていくんだと普段は言っているのにもかかわらずと指摘し、決選投票では石破茂さんに投票したと明かしたと報じられている上川陽子さんについて、最終的に結束のある岸田派で動いていると語りました。金子めぐみさんは、普段言ってる女性活躍とかもう二度と言うなよって私なんか思うくらいなんですよと語気を強め、共演した石井亮次アナがあららと声を上げていました。そして金子めぐみさんは最後にこうも語っていました。政策というものと選挙に強いから石破さんだよねって、議員が動いたということも私は忘れちゃいけないなと、変革が起きたのとやっぱり最後そっちだったのねは一つの女性活躍においても私は思いましたと語りました。この金子めぐみさんが女性議員だったからこそ出せる意見に対し、ヤフーのコメント欄ではこんなコメントが集まっていました。これはそうだ、少なくとも女性であることに変わらないのに、今回高市氏に対してそういった声が日頃女性活躍を求めてるメディアや人々から一切出てこないのは違和感しかない、要は高市は総裁にふさわしくない、危険だからという理屈だろう、つまり女性だけで見るのではなく資質や能力で見るべきなのだと、いやそれはおっしゃる通り、しかしメディアや一部の人々はこれまでとにかく女性を増やせ、女性管理職を増やせ、日本の国会議員の女性割合が少ない、日本は遅れていると、とにかく数を増やさせようと企業や政治、教育現場あらゆるところで求めてきた、しかし当の自分たちはこの女性はふさわしいふさわしくないと判別する、これはご都合主義にも程があるといった金子めぐみさんに賛同する声や、言い方を変えると高市さんは女を武器にしてこなかった男前な政治家だと思います。もちろん性別によって不利な扱いを受けている部分は是正しようとしてきたし、基本的に男も女も一人の同じ人間であるべきと考えているということもあったり、立派な経済政策表明もあって総裁選で共感を生み約半分の票を獲得したのでしょうといった高市早苗さんは、女性という部分を利用せずに戦っていたと主張するものや、
高市早苗は女性を武器として語らなかったし、男女関係なしに政策で勝負していました。そして選択的夫婦別姓についても、総務大臣時代に自身ができうる最大の努力をして働く女性に不利益が生じないように、休止をそのまま使えるように兵役を進めてきた。それはフェミニストが自分のアイデンティティがと騒いでも黙らせるだけの内容の仕事をしてきていることからも明らかだったろう。昔から女性の敵は女性だと言われるのもうなずける。やはり女性だからと下駄を履かせるのではなく、能力で勝負する高市早苗は応援したいし、自分に有利になるために女性を理由に使う方々がいるから、いつまで経ってもガラスの天井が破られないのだろう、といった高市早苗さんに対する賛辞と応援のコメントなど、コメント欄でも様々な議論が展開されていました。そんないい意味でも悪い意味でも、自分自身が強い高市早苗さんは、敬愛する安倍元首相の遺訓を無視したことで、さらに注目を集めています。先日の10月1日に臨時国会が召集され、自民党の石破茂総裁が第102代首相に指名されました。新内閣の顔ぶれも明らかになり、総裁選で競った加藤勝信さんが財務大臣に、林芳正さんは官房長官を続投となり、小泉進次郎さんは党の選挙対策委員長に就任しました。しかし総裁選の決選投票で石破茂さんに敗れた高市早苗さんの入閣や党役員への起用はありませんでした。高市早苗さんは石破茂さんから党総務会長に打診されたものの、固辞したそうなのです。社会部記者の方はこう語ります。高市氏は自らを支援した議員の入閣を求めていたそうですが、内実は穏やかではないようです。先日放送された情報セブンデイズニュースキャスターに出演した政治評論家の田崎史郎氏によれば、高市氏の周辺が受けるなら幹事長以外ないと明かしていたというのです。一方高市氏は21年の総裁選で支援を受けた安倍元首相の継承をアピール。安倍氏といえば12年の総裁選で当選し、決選投票で競い合った石破氏を幹事長に起用しました。高市氏は落選した候補者の処遇に関しても安倍流を望んでいたのかもしれません。そんな高市早苗さんですが、石破茂さんからの打診を固辞したことで過去の発言が再燃しているのです。注目を集めているのは2年前の YouTube チャンネル言論テレビで公開されたジャーナリストである桜井よし子さんとの特別対談でした。当時は第二次岸田改造内閣が発足したばかりで、高市早苗さんは経済安全保障担当大臣に就任し、本動画は凶弾に倒れた安倍晋三さんの四十九日の法要が行われた翌日に撮影されたといい、喪失感を埋める責任を担う人物として高市早苗さんが招かれていました。対談では党の政務調査会長から経済安全保障担当大臣に起用されたことについて、もう今となってはいただいた仕事を全力でやってしっかり結果を出していくしかないと思っておりますと高市早苗さんはコメントしていました。一方で人事の前夜は相当悩みましたし、人事の当日も悩みました。前夜は一度お断りをさせていただきました。これは前任の小林大臣が非常に優秀でいらして、小林大臣が続投であれば私は無役でも全然良いと思っておりましたし、と葛藤した胸中も明かしていました。だが背中を押したのは安倍晋三さんの存在だったようです。動画内で高市早苗さんは安倍晋三さんと最後に対面で会話したことを振り返っていました。政務調査会長時代の22年の春頃から更迭が一部メディアで報じられていたことに触れ、なんで私更迭って書かれてるんだろうね、なんて話をしてたんですよ。何を私がやらかしたって言うんでしょうね、っていう話をしてて、と回想し、すると安倍晋三さんは、全部外されるってことはないと思うよ、と述べ、高市早苗さんに、ただね、高市さんね、岸田さんから何か頼まれて、断っちゃダメだよ。人事っていうのは、そういうものだから、とアドバイスを送ったそうなのです。安倍晋三さんとのやり取りを明かした高市早苗さんは動画内でこう続けていました。
結構きつい言い方をされたんです。ご自身が長く総理をやってらして、総理総裁としていろんな人事をやってらして、やっぱり総理総裁が頼んだものを断っちゃダメだと。しかも私は去年岸田総理に総裁選挙で負けてますからね。まあそれは厳然たる事実ですから。それが安倍総理と直接話した最後だったんで、それも頭の中にあって、ものすごく前日は実は迷いました。そう安倍晋三さんとの思い出を語っていた高市早苗さんは、先日の総裁選では石破茂さんに敗れ、今日が安倍総理の国葬儀から2年目の日でございます。まず良い報告ができなかったことを申し訳なく思っておりますと頭を下げていましたが、石破茂さんからの党総務会長への打診を誇示し、敬愛する安倍晋三さんの意訓に背いたような形になり、 X では唖然とするこんな声が上がっていました。安倍さんは組閣人事を断ってはいけないと言ってませんでしたか？他の議員が役職の打診を誇示するのはいいんだけど、高市は安倍総理にこだわっているわけだから、自身が披露した安倍総理とのエピソードの通り断っちゃダメなんだよ。安倍さんは高市氏に生前最後の言葉で人事を断ってはいけないと言ったそうです。高市氏がまさか安倍さんを冒涜するとは思いませんでした。今回ばかりは総務会長ということもあり、プライドが許さなかったんだね。氏の教えに背かざるを得ないほどに、といった声が数多く集まっていました。そんな高市早苗さんの現在の立ち位置について、政治ジャーナリストの田崎史郎さんはこう語ります。勝ち組が優先されている人事、一応麻生派に配慮した部分もありますが、全体的に閣僚メンバーまで見ると勝ち組ばかりが優先されていて、負け組の高市陣営の方は冷遇されていると指摘し、高市早苗さんを支援した議員やグループは冷遇された人事との認識を示していました。また田崎史郎さんはこうも語っていました。高市氏の陣営が最も怒っているのが、総務省に就任される予定の村上誠一郎さん。村上さんは安倍さんの国葬に反対して、安倍さんを国賊と呼んで、党紀委員会が1年の役職停止の処分を下したと指摘し、その人をなぜ総務大臣に閣僚にするのかと怒っていると高市氏陣営内の声を解説していました。このように冷遇されてしまうようになってしまったのは、総裁選で決選投票に敗れてしまったためです。しかし敗因は高市早苗さん自身にあると、政治関係に詳しい関係者はこう語っていました。選挙は勢いで決まるところも多い、高市氏にはその勢いがありました。だからそのまま決選投票でも勝利し、女性初の首相の座を射止めるのではと見た関係者も少なくなかったと思います。しかしそうはならなかった理由として、長らく自民党政治を形作ってきた派閥が解体されたこと、9人が立候補した今回の総裁選の構図がかなりややこしかったことが挙げられており、こうも語りました。派閥は解消されましたが、これまでのまとまり通りに動いたところが多かったですね。ただ決選投票に残った2人の党内基盤が弱いというかほぼなく、残りの7人を支持した議員たちがどう動くのかが相当読みづらかったというのは間違いないでしょう。では何が勝敗を分けたのでしょうか。政治関係に詳しい関係者はこうも語っていました。高市氏の外交姿勢です。特に首相になった場合も靖国参拝を継続すると主張した点が問題視されたと見ています。実際そのように指摘する議員もいました。高市氏を支持する勢力にとって心強い訴えだったようですが、それによって票が逃げ、半分くらい腰掛けていた女性初の首相の座からも滑り落ちてしまった格好です。祖国のために心ならずも戦地に赴き亡くなった方々に心からの哀悼を捧げ、平和に感謝すること自体何ら批判や非難干渉を受けるいわれはありません。そもそも内政の問題であり、また日本には信教の自由もあります。ですが一方で正論を通して突っ走った場合のマイナスを考えるのもまたトップの責務だと考える向きがいるのも事実です。靖国問題よりも物価や賃金の方が
主な関心だという国民は少なくありません。政治関係に詳しい関係者は最後にこう語っていました。高市氏への投票を回避し石破氏に投票した議員にとって、今回の靖国参拝発言を通じて高市氏に融通の利かなさ、バランスの悪さを見た可能性もありそうです。そんな高市早苗さんの融通の利かなさが勝敗を分けたそうです。しかし融通が利かないというのは確固たる自分を持っていることの裏返しでもあります。しかし現在の自民党内ではそんな自己主張が邪魔なのかもしれません。確固たるリーダーより上に従う従順な人が良かったのでしょう。高市早苗さんの環境を見ると自民党内に悪の体制がまだ残っていることを感じてしまいます。そんな悪い体制に負けず高市早苗さんの我の強さを魅力と感じる国民が増えれば、そう遠くない時期にリベンジの機会を得ることもあるでしょう。高市早苗さんはどうなっていくのでしょうか。今回は総裁選で苦渋を飲まされた高市早苗さんについてまとめましたが、高市早苗さんの首相を阻んだ女性議員は叩かれ、高市早苗さんの敬愛する安倍元首相の遺訓を無視するほどの強いがは今の自民党に煙たがられていることも分かりました。今回の総裁選は派閥なき総裁選として、それぞれの候補がジェンダーなどについての政策争点を提起し、選択的夫婦別姓あるいは女性初の総理などについて訴えていました。しかし選挙戦の最終盤の決選投票では、派閥復活の総裁選として派閥を元に結束して特定の候補に投票するということとなり、政策争点よりも派閥中心の投票行動に終わりました。結局男性中心の内閣に終わり、女性閣僚も2人となり、岸田内閣の5人から随分減ることとなり、旧安倍派からは入閣者は誰もいないという派閥中心の人事も行われました。当初の掲げていた派閥なきという言葉はどこへ行ったのでしょう。こんな現状の自民党を高市早苗さんは打ち崩すほどのパワーや政策を持っています。石破政権は短命ではないかと推測されているので、ぜひ近いうちに高市早苗さんがリベンジを果たしてほしいものです。今後の高市早苗さんの動きに注目してみていきたいですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。